秋らび、看護栄養専門学校は、学校法人、紅葉学園が運営する茨城県古河市にある、専修学校。職分野4学科、医療分野2学科からなる、糸、職の総合学園である。JR 東北本線沿線にあるため、関東周辺のみならず、東北地方から来る学生も多い。紅葉学園高等学校公務員コースを、 解説道動物医療コースを暮らしの動物コースに、海社上層警察署と防犯活動に関する協定を締結各クラスの定員が40から50名と比較的少人数であり、教員の目が行き届きやすくなっている。クラス担任が配置されており、学習から就職まできめ細かな指導を行っている。生徒と教職員の距離が近い、アットホームな学習環境を目指している。 紅葉学園は日本大学国際関係学部との連携教育を行っており、2年生以上の学科を対象に大学3年次への優先的な編入学を行っている。また、平成27年3月には日本大学通信教育部と連携協力校としての覚書を交わした。諦び、看護栄養専門学校の校舎内に通信教育部の学習センターが設置され、 平成27年秋より学生を受け入れる予定である。専門学校と日大通信教育部の W スクールを行うことにより資格取得を目指しつつ学士の取得を目指すことができる。授業内容は実習を中心に編成されている。学校が運営するレストランがあり現場実習施設となっている。本校では給食が提供されている。調理士学科 栄養士学科の生徒が教員指導のもと実習として調理を担当している。栄養士学科の2年生が献立作りを担当している。ありがとうございます。